好きですね、はい、海がなかったっていうのもありますね、地元に。だから余計好きですね。大変なことが多いです、正直言うと。冬も寒いし、夏は極端に暑いしっていう中で、でも水の中に入れるっていうのも、海だから生き物がいるっていう刺激もあるので、あとは毎日違う表情じゃないですけど、天気によっても変わるし、そういうところも楽しいですね。海に対する危機感としては、やっぱり毎日毎日ゴミ拾いをしててもゴミが集まるってことは、結局どこかから流れてきてるっていうのがあるので、でさらにそのゴミって何かなっていうと、私たちの生活に身近なものが多いので、もっと自分たちの生活も見直す必要があるのかなと思いますね。うちの施設はもう外の海で飼育しているので、水族館だったら出ないようなゴミも流れてきてしまう。細かいものって回収がするのに難しかったりするのと、イルカの誤飲につながってしまうってこともあるので、みんなが捨てたわけじゃなくても結局はイルカたちに影響を与えてるっていうところがありますね。イルカたちが住んでいる実際の海の状況を知ってもらうことと、あとはそのイルカを守っていくっていう子たちを育てたいっていう意味でこのイベントを行っています。海に来たら楽しむだけじゃなくって、いろんな生き物がいるんだっていうことを知っていただくのと、海と生き物、人間のつながりを分かってもらえるように、大人になった時にそんな人たちにちょっと成長していってほしいなって思います。海と日本。